角田市役所には昨日、市内の3つの小学校と2つの中学校の児童生徒10人が訪れ、義援金を黒須徹市長に手渡しました。義援金は能登半島地震の被災者を支援しようと、児童会や生徒会が中心となって児童生徒や保護者らに呼びかけたもので、2週間でおよそ17万5千円が集まりました。被災地の方々に少しでも力になれたらいいなと思ってやりました。地震で家とかが崩れたりしているので、家とか建物の復旧や食べ物のをに使ってほしい。寄せられた義援金は日本赤十字社を通じて被災地に届けられるということです。角田市では先月も2つの小学校が12万2000円を寄付しています。